ロシア系の軍事ブロガーが東部のドネツク州バフムートにおいて攻勢に出ていると見られ、バフムートの北西近郊にあるクロモベを占領したようだとブログに書き込み、ウクライナ系の軍事ブログでもロシア軍がクロモベの一部に到達して占領しているとしているね。どうやらウクライナ軍が6月から開始した反転攻勢作戦が一息ついた感じで膠着状態に入っていることからロシア軍に余裕が出ていて、東部戦線に補充戦力を回す余裕が出たのではないかとの見方が広がっているらしいな。さて今回はドネツク州バフムート近郊においてロシア軍が攻勢に出た件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ側では今年の10月末にハルキウ州クピャンスクから東部ドネツク州のバフムートまでの地域を担当している東部軍司令官のシルスキー大将がバフムート方面のロシア軍は戦力を補充して強力となり、これまで防御的な姿勢を継続していたものが、積極的に攻勢に出てくるようになったとしていたほか、ウクライナ軍戦略広報局のフィチョ氏もまた11月12日に東部戦線のロシア軍に新たな戦力が投入されていて、これまで姿勢であったものが攻勢に転じている地域があり、特にバフムート南部のクリシェイフカ付近の戦況は先週あたりから悪化しているとしていたよ。そしてシルスキー大将は11月19日にもコメント出し、バフムート方面のロシア軍の動きがより活発になって積極的に攻勢に出ていて、我が軍が奪還した地域を再び占領しようとしていると述べたんだ。またロシア系ブログでは、ロシア軍がクロモベの北にあるベルヒフカ貯水池に到達していることを示す動画が公開されているぜ。ロシア人が運営するリバーという軍事ブログは29日に、ロシア軍の第98新鋭空挺師団がベルヒフカ貯水池周辺において敵の攻撃を撃退した上で、ボダニフカとクロモベ方面で反撃を開始したとして、その結果ロシア軍はベルヒフカ貯水池付近における支配地域を広げて、ウクライナ軍をクロモベの集落から追い出したことを明らかにした上で、これによってチャシブヤールへのさらなる攻撃の機会が開かれ、さらにバフムート南西にあるダーチャへの攻撃も始まっているとブログ上で報告して、クロモベの集落全体をロシア軍が占領したと主張しているな。そしてウクライナ側の軍事ブログ DEPSKATE もまた同じ29日に、ロシア軍がクロモベの集落を部分的に占領しているが、敵は道路沿いに足場を築こうとしたものの、我が軍の砲兵が激しい砲撃を加えて敵を少し押し戻したと報告して、ロシア軍の前進はクロモベ集落を貫く道路沿いで食い止められていると主張しているわけだ。しかしクロモベをめぐる戦況については、この両方のブログの主張を証明するような動画や画像などの視覚的証拠はまだ登場していないらしい。ベルヒフカ貯水池周辺における動画は、ロシア軍が同貯水池周辺にあるウクライナ軍の陣地を掃討する様子がドローンによって撮影されているけど、この他にもロシア軍が線路近くのウクライナ軍陣地を攻撃する動画も公開されていて、この貯水池近郊においてはロシア軍が攻勢に出ていてウクライナ軍が押されていることを裏付けているね。昨年夏以降にロシアの民間軍事会社ワグネルの猛攻撃によってロシア軍に占領されて以来、絶え間なく激戦が続いているバフムート近郊では、10月30日にシルスキー司令官が、バフムート近郊ではロシア軍が大幅に増強された兆しが見られ、これまでの防衛一辺倒から攻勢を強めているとして、ロシア軍はウクライナ軍が奪還した地域を再び占領しようとして、最も精鋭とされている空挺部隊を投入しているほか、自爆攻撃型ドローンを使用した攻撃も増加しているとの見方を示した上で、バフムート近郊で依然として厳しい戦況が続いていると語った内容のインタビューが伝えられ、バフムートのロシア軍の動きが活発化していることが明らかにされていたんだ。また、バフムート近郊におけるロシア軍の反撃については、先にも出たウクライナ軍戦略広報局のフィチョ氏も認めていて、バフムートにロシア軍が新たな戦力を投入し、これまでの姿勢から一転して攻勢を再開していると明かしているぜ。バフムート近郊では話題になっているクロモベやベルヒフカ貯水池方面だけでなく、南のクリシェイフカ近郊でも激戦が続いており、
ロシアの軍事ブログへの投稿ではバフムート方面に展開しているロシア軍は南のクリシェイフカの郊外に到達しているとしているほか、さらにクリシェイフカの南にあるアンドリーフカでもウクライナ軍を押し戻しつつあるとして、ロシア軍の攻勢がかなり強いことを伝えているほか、ウクライナ側の軍事ブログにおいても、クリシェイフカに押し寄せているロシア軍の攻勢が激しく、クリシェイフカ近郊に展開しているウクライナ軍が撃退に苦戦しているとして、これまでクリシェイフカ近郊で攻勢出ていたウクライナ軍が次第に劣勢に陥りつつあることを示しているね。ところで、もう間もなく2022年2月24日にロシア軍がウクライナ領に侵入を開始してから2度目の冬を迎えようとしている中で、ウクライナ軍が反転攻勢作戦を展開したとされている南部ザポリージャ州やドネツク州の南部などの各地域の攻撃軸からの情報が途絶えて久しく、そのほとんどが膠着状態にあると見られているよ。今年の10月になって南部ヘルソン州を流れるドニプロ川を、ウクライナ軍の特殊部隊や海軍歩兵の小部隊がロシア軍の展開している東岸に溶かして、数箇所に橋頭保を築いたとも伝えられていて、ウクライナ軍がヘルソン州からクリミア半島に向けた新しい反転攻勢作戦の攻撃軸になるのではないかとの見方も出ていたけど、ここ数週間はこの地域においても情報がなく、大きな動きはないんだ。ここ最近これらのように各地域においてウクライナ軍の活動が停滞しているように感じられているのには様々な要因が考えられるが、中でも多くの軍事専門家が挙げているのは、ウクライナ軍に対してアメリカをはじめとする、北大西洋条約機構NATOからの軍事支援が滞り気味であるということが大きいというな。ウクライナのゼレンスキー大統領は11月4日、イタリアのメディアによるインタビューで、武器と弾薬、防空システムの不足が困難をもたらしているとして危機感をあらわにしたよ。今後ロシア軍の攻勢が強まるだろうとの認識を示した上で、我々は主導権を握ったまま冬を乗り越えねばならないとして、イスラエルとパレスチナのガザ問題などに世間の注目が集まっていてウクライナへの関心が薄まっていることに危機感を表し支援を訴えたみたい。ロシア軍では昨年の冬に続いて、今年の冬もウクライナ各都市の民間施設やインフラへのミサイルやドローンによる攻撃を企図していると見られていて、ウクライナでは武器弾薬など以上に防空システムの供与を切望しているな。ウクライナ空軍のユリー・フナト報道官が11月27日、アメリカなどから供与された地対空ミサイルシステムパトリオットの重要性について訴えたぜ。イフナト報道官は、今年5月にパトリオットがロシア空軍のスホイ34攻撃機やスホイ35戦闘機及び電子専用ヘリコプター、マイ8 MTPR-1 をそれぞれ1機ずつに、マイ8輸送ヘリコプター2機の警護機をわずか5分以内に撃墜したとしてその性能を明らかにした上で、ウクライナの冬には何より必要な兵器であると語ったね。ウクライナ空軍では2023年11月の時点において、アメリカ、ドイツ、オランダから供与されたで3機のパトリオットを保有しているが、ウクライナ全域を守るには全く足りず、ウクライナ政府は最低でも10から20機のパトリオットが必要として、さらなる供与をアメリカや NATO に働きかけており、2024年末までには5機のパトリオットが新たにウクライナへ提供される予定とされ、ウクライナ側はその供与を急ぐように懇願しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。